重要施設周辺や国境離島等のみならず、近年水源保護や水資源保全の観点から外国資本による森林の取得も懸念されています。一部の地方公共団体では水源地を保全するための条例を制定する動きが見られ、平成23年の森林法の改正によって森林取得の事後90日以内の届出制度も開始されています。しかし林野庁が発表している外国資本による森林売買に関する調査の結果を見ると、令和元年における居住地が海外にある外国法人または外国人と思われるものによる森林買収の事例の利用目的については31件中16件が資産保有、5件が未定、5件が不明でありました。またその他国内の外資系企業と思われるものによる森林買収の事例についても31件報告されておりますが、これらの利用目的は公表されておりません。本人が資産保有と主張していても、客観的に見ればですね、経済合理性に乏しい土地も少なくないのではないでしょうか。取得目的が明らかでない外国資本による水源地の取得にかかる森林取得の事後届出制度を導入し、その調査結果を公表するだけでは水源地保全の目的に不十分ではないかと思われますが、本法案に森林についての記載がなされておりません。そこでお尋ねします。森林は本法案の対象にならないのでしょうか。内閣官房木村内閣審議官。お答え申し上げます。ご指摘ございました森林につきましては、現行の森林法におきまして、国土の保全等を目的といたしまして、土地取得の際の届出などといった措置が講じられているところでございます。有識者会議の提言におきましては、既存の措置があることを踏まえまして、これらの土地を対象とすることについては慎重に検討していくべきと、されたところでございます。また防衛関係施設の周辺や国境離島の土地は、まず最優先で制度的枠組みの対象とすべきとされたところでもございます。このため本法案は防衛関係施設等の重要施設の周辺でありますとか、あるいは国境離島等を対象といたしまして、単に森林であることをもって対象とはしないということとさせていただいているところでございますが、仮に重要施設の周辺でありますとか、あるいは国境離島等において指定された区域内に森林がございます場合には、本法案に基づく調査でありますとか、あるいは勧告命令等の対象になるところでございます。ご指摘ございましたように、森林を本法案の対象とすべきとのご意見もあることは私ども承知しているところでございますので、本法案や森林法の執行状況、あるいは安全保障をめぐります内外の情勢などを勘案しつつ、慎重に検討していくべき課題であると、このように認識しているところでございます。以上でございます。杉田さん。ありがとうございます。森林であるかどうかという、そういう区分ではなくて、重要施設の周りにあるかどうかということで判断をしていくというご答弁でございました。先ほども申し上げたとおり、私は現状の事後報告制度と調査結果の報告だけでは、私は水資源の保護ということについて今質問を申し上げたんですけれども、その水源保護には不十分であると考えております。私自身大学は農学部の林学科の出身でありまして、森林の保全については人一倍思い入れがございます。しっかりと守っていかなければいけないと思います。また世界的にですね、水不足が懸念されて久しい中、日本の美しい水源を守るため、ぜひとも今後の検討の中ではですね、森林も対象になるようにお願いを申し上げたいと思います。で、先ほどは重要施設の周りであるかどうかということが判断の基準になるという答弁だったんですけれども、諸外国の例を見ますとですね、例えばオーストラリアの外資による取得および買収に関する法律では、外国人等が土地の権利を取得するにあたり、一定額以上の場合には政府への通知と承認を必要としており、そこに農地も対象となっています。水や食料というのは国民の命に必要不可欠なものです。ですので状況に応じて必要な対策を講じていただきたいと、今後の見直しの中でも検討していただきたいということをお願い申し上げたいと思います。さて、土地の利用状況の調査についてお尋ねいたします。調査方法や期間について開示できる範囲で詳細を教えていただけませんでしょうか。木村内閣審議官。
お答え申し上げます。本法案に基づきます土地等利用状況調査につきましては、まずは不動産登記簿、住民基本台帳等の公募情報の収集によりまして、土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握いたします。その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には、現地現況調査を行います。でさらに利用の実態について不明な点がございます場合には、土地等の利用者等から報告徴収を行うと、このようにさせていただいているところでございます。調査に要する期間につきましては一概に申し上げることは困難でございますけれども、個々のケースに応じまして複数の調査手法を組み合わせ、きめ細かな調査を実施することによりまして、土地等の利用状況の把握を徹底してまいりたいと、このように考えているところでございます。以上でございます。杉田さん。私は本法案は非常に重要な法案だと思っておりますが、有名無実化することを懸念しております。仮に我が国の防衛を阻害する目的で土地を取得しようとする者が、その通りの目的を開示して土地を取得するはずもなく、また取得後もその目的が明らかに目に見えるような運用を行うはずがありません。また先ほど外国資本による森林買収の調査結果を見ても明らかなように、利用目的がはっきりしていないまま次々に買収が行われています。例えば婚姻によって、外国人配偶者が永住権を取得を申請する際に、婚姻の実態を調査するため近隣住民への聞き込みなども含め長期間に及び調査が行われる国は少なくありません。国の防衛に関する調査は同等以上に慎重であるべきと考えます。現況調査において言えば、先ほどの答弁の中でさまざまな手法を組み合わせて調査をされるということでお答えはいただいたんですけれども、立ち入り調査が入っていないというようなことも事前に聞いております。ですので立ち入り調査というのは非常に重要なんだと思うんですね。例えばこの建物の2階からは、例えば隣に自衛隊があったとして、その中の様子は見えないけれども、3階のとある一室からは非常によく中が見えるといったような場合も、実際にこれ立ち入り調査をしてみないとわからないのではないかと思うんですね。ですので立ち入り調査の必要性についても意見として申し上げたいと思います。調査に関しまして、地方自治体との連携についてもお尋ねしたいと思います。本法案が定める土地等の利用状況の調査や区域指定にどのように連携を行うのでしょうか。安全保障は国の専権事項ではありますが、円滑な運用のためにも地方公共団体との事前の協議や意見交換が必要ではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。木村内閣審議官。本法案に基づきます措置につきましては、地域社会の実情を把握しておる地方公共団体の協力を得ながら執行していくということが大変重要であると、このように考えているところでございます。このためにまず調査の対象となります区域指定を行う前には、指定区域の所在する地方公共団体との意見交換を積極的に行ってまいりたい、このように考えているところでございます。また土地等利用状況調査におきましては、法案にございます第7条の規定によりまして、内閣総理大臣は関係地方公共団体等に対しまして、指定区域内にある土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができるということにしてございます。その上で当該求めがあったときには、関係地方公共団体とはその情報を、提供するということにさせていただいているところでございます。いずれにいたしましても、関係する地方公共団体等とはしっかりと連携をしてまいりたい、このように考えているところでございます。以上でございます。杉田さん。ありがとうございます。地方公共団体側の混乱や運用に地域差が生じること、そういうことを回避するためにも情報の共有をはじめ、しっかりと連携をしていただきたいとお願い申し上げます。土地を買収せずとも、賃借によって土地を不適切に利用する可能性は十分に想定されます。現在も日本法人や日本人名義の土地を外国企業や外国人に貸すケースや、外国企業が土地を取得した日本企業を買収するケースなど、さまざまなケースが存在しておりますが、十分に実態を把握できていないのが現状ではないでしょうか。本法案が指す土地の利用者こと、所有者または所有権以外の権限に基づき、使用もしくは収益する者には、賃借人は含まれているという理解でよろしいでしょうか。先ほども申し上げたように、
防衛を阻害する目的の者が正直に自分の名義で土地を取得するとは到底考えられません。いわゆるダミーを用いるのではないかと思います。本法案の目的である我が国の安全と防衛を守るため、防衛の阻害を狙う者が他者名義の土地を借りるなどの抜け穴を防ぐ措置は取られていますか。本法案におきましては、所有権のみならず賃借権を含みますその他の権利に基づいて土地等を利用している者を対象といたしまして、利用状況の調査や勧告や命令等を行うこととさせていただいているところでございます。その他のところにしっかりと賃借も含まれるということをご答弁いただきました。またそれに伴い罰則もしっかりとあるということもご答弁をいただきました。ありがとうございます。